ダザイオサム作、リーズ、原清杉野くんは洋画家である。いや、洋画家といっても、それを職業としているのではなく、ただ、いい絵を描きたい、と、毎日苦心しているばかりの青年である。おそらくは、未だ一枚の絵も売れたことはなかろうし、また展覧会にさえ、 一度も入選したことはないようである。それでも杉野くんはのんきである。そんなことはちっとも気にしていないのである。ただひたすらに、いい絵を描きたい、と、そればかり日夜考えているのである。母一人、子一人の家庭である。今住んでいる武蔵野町の家は、3年前、杉野くんの設計によって建てられたものである。 もったいないほど立派なアトリエもついている5年前に父に死なれてからは母は何事においても杉野君の言うとおりにしている様子である杉野君の故郷は北海道札幌市でかなりの土地も持っているようであるが母は3年前杉野君の指図に従いその土地の管理は全て支配人に任せて 住み慣れた家をも売却し、東京へ出てきて、芸術家の母としての生活を始めたわけである。杉野君は今年28歳であるが、それでもそばで見ておられないほど母に甘え、また子供らしいわがままを言っている。家の中では大変威張り散らしているが、一歩外へ出るとまるで育児がない。 私が杉野君と知り合いになったのは今から5年前である。その頃杉野君は東中野のアパートから上野の美術学校に通っていたのであるが、その同じアパートに私も住んでいて、廊下で顔を合わせる時があると杉野君は顔をポッと赤くして、笑みとも泣きべそともつかぬ変な表情を浮かべ、必ず小さい咳払いを一つするのである。 何とか挨拶を述べているつもりなのかもしれない随分気の弱い学生だと思っただんだん親しくなりそのうちに父上の既得の知らせがあって彼はその故郷からの電報を手に持って私の部屋へ入るなりわーんと叱られた子供のような甘えた鳴き声を上げた私はいろいろ慰めてすぐに出発させた そんなことがあってから私たちはいよいよ親しくなり彼が武蔵野町にきれいな家を建てお母さんと一緒に住むようになってからも私たちは時々行き来しているのである。今は私も東中野のアパート。